森キャンプ場ではですね、はい、新しく、こういうものが出来上がったという草スキー場ということでございまして、これを使って草スキーを楽しむ。11時なんと10分のドッグラン、ミキの SA で、もう真っ暗で分かれへんな。ミキ名物っていうか神戸名物やな。よいしょ、ぼっかけうどん。何時よ、24時間営業すごいよな。これ24時間営業で、これ車ほとんどおらんぞ。これはい、岡山到着しましたけど、ワンズのご飯を忘れたので急遽今から一人キャンプとりあえず作ります。こんなことをするとは思わなんだ。風防もちゃんと持ってきたから OK。 ちょっと安かったでな。よし、はい、ちょっとそこにバグネットはしたから、そこにいなさいよ、いなさいよ、あんたたちのご飯作ってんだから。はい、なんかいろいろ買ってみたんやけどな、これどうすんやろうな。でもフリーズパックがないとこれが入れられへんし、クーラーバッグは持ってきてないし、もう最低。もうテントはその辺に、寝袋は転がってるし、もう、ああ、今から、今何時？大概な時間やろな。よいしょ。ああ、どうすんねん。広島行かなあかんねんで。真っ暗暗で。よいしょ、はい、なんで地べたに座ってこれ一個頑張ってるの , 笑えるわ。見えへんやろらしい、そこおんねんけどとりあえず散歩なんやけど、真っ暗で何にも見えへんな。見える？らしいが、あ、行ってほら、今何時？ 3時50分。1時間作ってたわ。はい。だいぶ来たな。成功できればいいですよ、今日は。ね、何キロでしょう。まだ早い早い早い。0キロ？早い。あ、全然でーす。今回は初挑戦でも何でしょうか？ジャッジオーブンを使いたいと思います。はい、いいですね。で、取れるのかな。よっ、あー、陰ったか、陰ったな。さっきまで切れかってんけどな。よっ、あー、ギリギリやな。よし、小谷の SA にいます。さあ、今からドッグランに行って
ってきます。そっちやねんけど真っ暗で見えないやろな多分。夜が明けてまいりました。夜が明けてまいりました。あと9キロほど、あいつ15キロくらいあるのか。すごいとこに来てんねんけど、合ってんのかいなこれ。ここじゃないよね。もうちょい先、どこ、もうちょい先、もう道ないんやけど。はい、どこ、これこれか、これかな、これオンジーハウス。ほらオンジーハウス見っけた。こんなとこ、あ、そう、よいしょ、到着。まあすごいわこりゃ、なんとも、へえ、こんな感じなんや。すごい寒っ、よう冷えとるわ。へえ、山の中って感じやな。すげえ、すげえすげえ。いや、ほとんどなんか全部ドッグランになってるような気がするんだけど、すげえ。みんな寝てる、ここだけ起きてるのか。寝るよ俺。私足もなんか出て、こっちの方が安全やし、もう寝るよ、おやすみ。飼い主がいないというこの状況なんかドッグショーやってるみたいな、これ楽しそうでいいや。いっぱい降りすぎて何がないの、よなあいつら何してんねやろな。ドッグレースみたいになってるやん。すごい、すごい。お、また新しい子が来た。新しい子が来たらまた。じゃあーって行くんだよ。みんなでかい、うん、ちょっと大きいから。バーベキュー、犬はあっち。ドッグランの中でバーベキューってすげえな。初めてや、こんな経験できる。熱っ、うまそう。ここ写真撮っておいて。
んで雨降るかな。雨男バーベキューしたら雨が降んねんけど、どういうこと。最低やでこれ。もうみんな入っとっちゃってよかった。ミシュもう疲れた。水疲れた。雨降ってきたからこっち入りな。あんたも水疲れたね。よいしょ。足も疲れたね。あ、静かになりましたな。もう標高400メートルぐらいあるってさ。場所変わったからまた匂い、うんうん、匂いチェックが。ダルメやダルメ。珍しいね。朝よく起こしてもらいました。出る前ものすごいこの子が吠えるんです。ああ、めっちゃ吠えます。なるほど。ギリギリ前に出て起きたらどう。トレーラーハウス。どうですか？快適ですか？快適ですか？こんな初めて泊まるね。よいしょ。よかったね。はい。すごいね。誰もいれへん。泊まるのは私一人やから一人で貸し切りみたいなもんやな。美味しいよ。ボックスペアリブ。景色はこんな感じ。いいとこだね。最高。おはようございます。ただいま午前7時。さすがの私も寒いですわ。あ、ただいまの気温0度。はあ、寒い。よく寝たのは寝たけどな。おお、寒いね。おお、見晴らしすげえいいな。
寒い。さすがの私も長袖着てます。昨日一日半袖でおったけどな。さすがに寒い。